半魔家の本家の本物貴族の半魔陽先生です。私は本物の貴族で、人間の上の生物で、人間、全員よりから力の上なんですね。生物って宇宙全体で生きてまして、人間には味方いませんけれども、宇宙に、人間よりか無数に味方がいるわけですね。それで人間が全員敵であっても地球で一人で生きていけるわけです。言うなれば、人間が野生のライオンとかいますけども、人間を狙ったら後で処罰されるということで、ね、控えるわけですね、野生の動物というのは人間に対して。それと同じように、私の方は人間の上の生物なんで、人間に対してね、全体を、抑えるということをするわけですね。これは私は地球に上の生物一人しかいませんので、助けてくれるのが宇宙生物ということね。それは人間の人口よりか多く、また力強いんですね。人間よりか知能があるんでね。そういうふうなことで私が生きてられてるわけですね。で、もしその力が破れたら、私は殺されてるわけです。人間にね。で、そういう関係の力の中、人間が例えば私に仕事妨害するという一人が来たとしてもね、上の生物なんで力が強いんで、人間全員以上の力がバックアップで取れなければ、こちら痛くも痒くもないわけですね。だから、たった人間一人が私に対して仕事妨害とか危ないことしたり、できるという、またするということはね、人間全員以上の、団体の力が入ってるということですね。で、人間たった一人だけで動く場合は、倍でこっちに困らすようなことをするのは、必ず人間全員が入ってます。人間全員団結して動いてます。だから力はめちゃめちゃ強いですから、私一人でもね、人間の上の生物ですからね、私は何もやってないとかね、真面目だよって人間言うけども、実は違うんですね。その時は人間全員一斉になってこっち攻撃してるんですね。ということをよく知ってください。だから人間ももうパークリンというか、もうしょっちゅうそればっかりやってます。なんか私が困るなって、上の生物として一人でね、で人間からなんか妨害されるとかね、通り行ったら妨害されるとか、これは人間一人ではできません。だから人間、僕は上の生物なんで力強いんでね。で、ハイテクですから。だから、その時は一人、単体一人でも必ず人間全員以上ということですね。が一体化なってる。それ核兵器とか兵器とか全部力使ってます。ちょっとしたことでもね。こっちが困ることは、たった一人が動いてるって、全部応援してます。ということをよく注意してください。ね。それで、他の人が何もやってなくて、そう、どうのこうの言ってたり、真面目にやってるとか、盗みなんかやってないよって、ね、人間は言うわけですけど、これは嘘ですね。ということでね、とにかく上の生物なんで力強いんで、一人では困んないわけです。人間が全員が手を貸してるということですね。で、どうやってるかというと、ぶつかってて絶対捕まえないとかね、人間が全部保護してるわけですね。だから人間全員が手を貸してるわけです。そういうことまで入るわけですね。ということをね、よく知っていただきたい。半魔家の本家の本物貴族の半魔陽先生でした。